関東リーグ第4節。俺は負けないぞ、絶対に勝つぞ。圧倒的曇り空。おでもーす。はい、じゃあ今入るの ETC。 でっかいね、横浜も痛いから入ってきますよ。はい、今日朝早いね。あの連日朝早いですね。連日朝早い。そしてこの曇天というのがね、はい、我々のテンションを削いでくる。削いでくるね。ってことで今日は、はい、関東リーグ第4節。待ってましたー。4節ってことで、今のところタケルが1勝1敗1分けということで、はい、はいね、フルコンボしているということで、はい、あの何とも言えない成績ということでね。今のところまだね、あの3節しか消化してないので、はい、割とまだ混戦なんですね。そうだね。ちょうど多分4節で、ある程度こう上の方と下の方って感じでね、グラデーションが出てくるみたいな。今日勝たないと、はい、ちょっと上位に食い込めないと。今日勝たないと、あの首位はないということですね。優勝戦線に生き残るには、はい、今日勝利がね、必須条件と。はい、会場がどこでしたっけ。今日は今日ですね、青木町運動公園と埼玉県ですね。あー、埼玉か。多分合ってると思うんですけどもね。てか今日絶対雨降るよね。一応ね、雨予報だったんだけど、うん、13時からまあ今 40% と。あー、試合終わりぐらいに降ってくると。そう、今日の試合ね早いのよ。10時半キック。はい、高校生のそれだね。いや、高校生のそれ。まあ高校生ちなみに9時半とかなんだけど、ね、9時半キックあるよね、うん、少年サッカー9時とかあるからね。あ、9時キックってやばいよね。平気で9時、しかも9時でやって6時ぐらいに終わるからね、うん、やばいね。1日5、6試合やるからね。無尽蔵のスタミナだから。朝飯紹介です。いちごミルク。え、珍しい。ざく切りいちご果肉入りってことでね。珍しい。あの、これはブルジョワの飲み物ということで。おいくらですか。280円ほど。うわ、え、それノースリーブの人が飲むやつじゃん。ノースリーブの人が飲む。あ、それニコタマのマダムか。そう、ニコ、それはニコタマのマダムです。羽織ってる人。あ、羽織ってる人。そうそうそう、ノースリーブでカーディガン羽織ってる人です。そうそう、すぐ肌寒くなる人。新発売、明太子と漬けサーモン。じゃあ漬けな。漬け、これ漬けだし、うん、それはあれなの、メンタコじゃないの。これは粉ついてるから明太子や。え、粉がなかったらメンタ。なんでやねん。池尻です。桃尻ですか。今日リュウちゃん来る。今日はリュウちゃん来ると思うよ。桃尻ロスの方にはね、今週もね配信できると思う。桃尻通信。桃尻通信って何やねん。週刊桃尻通信。初回580円。毎週桃尻パーツがついてくる。桃尻パーツ。なんか全部同じような部品だよね、多分。そうそう、桃尻の歴史が学べるね、冊子もついてくるんだよね。週刊桃尻通信。今日はね、はい、なんと久しぶりにね、うん、後ろにね、あのメンバーがいますよ。誰ですか。堤メンバーが今日乗車しているということでね。一言も喋ってないけどね。ちょっと一言いただきたいですね。どうですか、堤さん。メンバーっていうと山口哲也メンバーみたいな。一言ございますか。ないです。え、ない。そうするとこう乗車する権利はなくなりますけど、どうしますか。このねトンネルはね、あの本当にこう非常口がふんだんにあるんですね。あの喋らないということは、あのこのいつでも交渉できると。あとね、あと30分くらい作ろう。空いてたらね、やっぱどこでも近いんですね。それがね、世界の横浜を巻いたんですからね。気がついたら下道走ってました。板橋本町乗りましたね。でで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 すか、ででででででですか、ですか、ですか。ちっちゃバーバーの里。はい、会場到着しました。素晴らしい芝生なんじゃないでしょうか。天然芝だね今日。はい、私はあの初めて来たんですけども、青木の街並み、青々しいですね。あそこに見えるのが、はい、屋根ですね。屋根。青木の屋根と呼ばれている。それっぽいこと言うね。さて、ここで問題です。青木の屋根は何年建てられたでしょうか。正解はわかりません。タケルのマスク。あ、それね。どっちにロゴある、こっち左。うん、そう、これね、あのタケルのアプリが実はね登場してまして、はい、アプリ内で会員になるとね、うん、こういったちょっとグッズをゲットできるっていう感じなので、うん、ぜひチェックしてみてください。はい、キーパーワカフラッシュ。見え見え。あ、OK、そこ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 。ちょ、笑っちゃう、笑っちゃう。あ、ちょ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 、いいいいいい、若さ早く早く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 、はい、こーピッチイン、ピッチミン。今日はなんとキャナイがスタメンということでね。もうね、気散っちゃってるよ、完全に。キャナイ、集中してよ。声、声のトーン。あい。
ナイス。ナイス。ナイスカバー。ナイス。あフラッシュフレッシュここ絶対取るけど、準備できてんな、はい、行きましょう、はい、はい、おー全然決めて、はい、はい、行きましょう、はい、行くぞ、はい、メンバーチェック、メンバーチェック、やばい、音声が邪魔されてるわ、完全ダメだこれもっと声張らないといけないか、俺は負けないぞ、絶対に勝つぞ、よしみんな絶対行くぞ、よし絶対行くぞ、5、4、3、2、1、集まり、よっしゃこれ絶対乗せてください、ね、今日あっちとあっちに行きます言ったね、言ったね、2-0ね、じゃあ行こうぜ、じゃあこれでフラグで行こう、なにこれ、はい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 、Switch!
はい、2対1逆転勝利ということで、いやー最高です。正直内容的には結構難しいというか、負け試合だったと言っても過言ではないというかね。まあだけどね、結果が大事なんでね、うん、内容もね追い求めたいですけども、はい、やっぱり勝つことがまず第一優先と、はい、この勝利の味をね噛み締めていこうじゃないかと。一番のグルメね。はい、これ一番のグルメ先に言わないと。はい、ということで、はい、今日もね有観客試合で、はい、たくさんの方に応援に来ていただいたんですけども、はい、なんとですね今日差し入れをねたくさんいただきましたので、過去最高だね。はい、過去最高の収穫と、はい、こちらでいただいたグルメをね、はい、紹介していこうと思います。はい、アポロをいただきました。アポロいただきました、はい、あのジャイさんへということでね、ジャイさん、キャナイさん、マスさんへということでいただきました。3ついただきました。はい、はい、こちら十勝甘納豆本舗。納豆なの？あ、違いますね、フレッシュパンセ。うわ、そういうこと。でくフレッシュパンセ、フレッシュパンセパイナップルということでフレッシュなものですので、お早めにお召し上げください。こちらがですね、サッカーの街浦和という。おー、埼玉だ。何ですかね、これは。あ、カップケーキです。カップケーキ、サッカーに来てサッカーのグルメを食べるという。そしてこちらはね、歌場のね、なんかドリンクチケットをいただいたと。あ、すごい。メッセージがもしかしたら入っているかもしれません。お、はい、入っていないかもしれません。はい、そしてこちらですね、ハイランドバナナって言われて、こちらファミマルキッチンですね。いやいいね、はい、もう念押されました。マッスーさんに渡したので、うん、ジャイアンツさん一緒に食べてください。一緒に食べて、はい、うわでかい、すごいよ、ジャンボ。こちらなんかどら焼きとか入ってるんですか。あ、どら焼き入ってるんだ。なんかいろいろ詰め合わせということでいただきました。俺が持つね、結構ちっちゃくなるかな。はい、ということで関東リーグ第4節勝利ということで、動画を見ながら応援ありがとうございました。これからもですねリーグ戦続くんですが、ちょっとね順位的には割といい位置に今回の結果につけるんじゃないかというふうに思うので、ぜひ応援のコメントをねしてください。そしてあの高評価もねしっかりポチッとね押してください。そしてチャンネル登録してない方、チャンネル登録してください。そして通知もオンにしてください。ではまた会いしましょう。じゃあよっ、ハッハッハッ。 Yeah!